今回はまたまたバンコク、地元の人に人気な隠れた名店のガパオやヤワラートのローカルフードなどバンコクの人気スポットを回ってみようと思います。それではどうぞ。今からあのホテルから近いルアムサップ市場という市場に行きたいと思います。前回実は行っていて、で旅行行く前に見たガイドブックにルアムサップ市場でスイカジュースが飲めるって書いてあったんで、ちょっとそのスイカジュース飲みに行きたいと思います。それではルアムサップ市場を散策してみましょう。入り口のあたりは結構ドリンク系のお店が並んでる感じですね。で早速スイカジュースっぽいお店が、あーちょっと違うかな、もうちょっと探してみよう。それで奥の方に進んでいくと、あーここは服とか衣料品系が置いてある、女性向けかな結構。で値段は書いてないから多分値段は交渉式。そして奥はフードエリアで、日本のお祭りみたいに屋台のお店がいっぱい並んでます。うわうまそう。これがカオマンガイに、カオマンガイトート。まだ昼前だからちょっと空いてる店は少ないですね。フードコートと一緒で、この周りにいろんなお店があって、自分でここで買って、でテーブルで食べるって感じです。今回はここのお店でスイカジュースを買うことにしました。スイカ以外にもいろいろフルーツがあって、基本的に30パーツくらいで全部スムージーにしてくれます。で今回はあのノンシュガー、砂糖なしでスイカジュースにしてもらうことにしました。いただきます。キンキンに冷えてる。でスイカのほんのりした甘さがなんともたまらない。でやっぱり他の人もスイカジュース注文してたから人気のやつなのかな。お昼ご飯食べにワットマンコンでおりました。前回ヤワラといた時に、ね、空いてなくて食べれなかったお店に行きたいと思います。バミ麺を食べに来ました。お昼時は人がいっぱいいる大人気店。これがメニューです。ここのお店で有名なのはルークチンプラという魚の切り身の団子。見た目は日本の油そばみたいな感じだけど、味はすごくあっさりしてる。これがすごく美味しいみたいな。おお、これはうまい。めっちゃ食感があってプリプリしてる。でこういうね、付属のこの、多分これ辛いかな、これをかけて、でさらにこの胡椒もかけちゃう。うわうまそう。これを混ぜて、いただきます。やっぱいろんな味にアレンジできるのがいいかもしれない。
ないこれ。次に来たのはイサラヌパープ市場。バイクガンガン通るな、すごっ。この細い道を乾物系が多い。夜来た時ね、ここも閉まってたんですよ。だから来てよかったな、ここ。こんにちは。お茶屋さん。ジャパン。日本。日本。これ見たことあるね。これ杏仁茶。茶青も。茶青。茶青。見たことがあるね。茶青か。いや。タイ語。タイ語。ああ。茶青。茶青。いやいや、ちょっとは杏仁。杏仁。いろいろある種類が。全部甘い。甘くない。甘くない。甘くない。それ。これだけ甘い。甘くない。甘くない。はい、甘くないはあのウーロン茶。ウーロン茶。レンコン。レンコン茶。レンコン茶。どれがレンコン茶ですか。これレンコン茶ですか。ちょっと、これ。とそれも杏仁茶。杏仁茶。二つ。はい。いくらですか。How much? 50おじさんが教えてくれたレンコン茶。全部甘くないって言ってた。いただきます。あー、香りが違う。麦茶とトウモロコシのお茶を混ぜた感じの味。さっぱりしてる、すごく。で、これが杏仁茶です。いただきます。甘くない、甘くない杏仁豆腐を飲んでるみたい。面白い。杏仁豆腐の味なんだけど全く甘くない。香りだけ杏仁豆腐。うまい。ミシュラン。なんとここのお店2021年のミシュランに掲載されたお店のようです。チリ、ガーリック。まさかこんなところでミシュランの料理が食べれるとは思いませんでした。いただきます。お金払ってねえわ。後払い、後払いで。お金払ってねえや。食べるから気づいたけど味うまいっす、めっちゃ。Thank you。 このガーリックチップスがね、味のアクセントになってて、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。これが無敵ガーリックチップス。乗ってるパクチーと一緒に食べるとさらにうまくなる。完食しました。それでは次の場所に行きましょう。ナショナルスタジアムで降りました。今から MBK センターに行きたいと思います。MBK センター。それでは中に入ってみましょう。正式名称はマーブンクローンセンター。もはやバンコクを代表する観光地と言っていいほど人気のショッピングモール。タイのお土産ならここに売っていないものはないらしい。いろんなタイ雑貨が売ってる。面白いな、 MBK センター。もっと散策してみましょう。あ、シュプリームコラボしてる。ゴジラスカイライン。どういう意味これ。
殺人マシン、ゴジラ使えない、安すぎないか。リーバイスで590だ。リーバイスの501、まあペラペラだな。590バーツ、501が。でもこれ紙パッチだし、本物これ。いや薄いな、偽物でしょ。 MBK センターに来ると何が本物で何が偽物かよく分かんないんだよな。見てこれ、ルイ・ヴィトンのシャツ。ルイ・ヴィトンのシャツは390バーツ確定しました。タイの甲羅って爽やかなんだよね、すごく。日本のとちょっと違うっていうか、なんか味違うのかな、さっぱりしてんだよね、すごい。せっかく MBK センターに来たので何か買おうと思います。あ、ハードロック、セブンイレブンもあるよ。パタゴニア、ラルフローレン、カルバンクライマー、 ML、 AL、 スモール、ミディアム、ミディアム、うん、ザモーミディアム、もうミディアム、あー、Yeah, for me、 OK、ね、This is medium、 Yeah, medium、 ね、あ、オーコピー、MBK、 L、ミニカラー、カム。 OK, wait a minute、 OK、 OL ビニールの中でいっぱい出てきた。 100 6 6 fix、 決まって、値段はもう決まってる。1枚100バーツちょっと交渉したいと思います。じゃあ3枚買います。まあ安いのか分かんないけど、とりあえず買いました。体型のね、 T シャツ、ムエタイとか、まあよくね、この海外来たお土産でっつって買う人いるけどね、まあ、僕はあんまりこういうの買わないけど、どうなんだろう。このゾウさんのやつとかね、まあ買いたい人はぜひ買ってください。無料のフェリーボートがあるんで、無料のフェリーボートに乗って今からアジアティック・ザ・リバーフロントに行きたいと思います。ぶつかる。今からアジアティック・ザ・リバーフロントでカリプソというキャバレーショーを見ようと思います。すごいな、ニューハーフの方々がやるキャバレーショーに来ました。めちゃくちゃいい感じだ、席が。土線だよ、土線、真ん中、ラッキー。カリプソはタイのニューハーフの人たちが歌って踊るエンターテインメントです。25年以上続く老舗のキャバレで、ストーリーはいろんな国をテーマにオムニバス形式でショーが楽しめます。これびっくりなのが全部口パクなんですけど、見応えはかなりあります。僕より身長の高い人結構多かったから、多分みんな185くらいあるのかな。近くで見ると圧巻です。で最後チップを払うとキャストの人と記念写真を撮ることができるので、ぜひやってみてください。めっちゃ面白かった。夜ご飯はアジアティークザリバーフロント内のレストランに入りました。このシュリンプのオムレツね、すごくうまいんですよ。すごくうまいけど、ちょっと値段は高いかな。ふわふわです。でこれをタレにディップして、これがまたうまいんですよ。次に来たのはトムヤムくんのフライドライス、ライムをたっぷり絞っていただきたいと思います。これが食べてびっくり、本当にトムヤムくんの味がするんですよ。
MRT のスチサン駅でおります。こちらに美味しいガパオの店があるということなんで、ちょっとそこに行こうと思います。七山駅の出口を降りてすぐ横にはマーケットみたいなのが、マーケットみたいなところがある。あー、いろんな衣類とかがいっぱい売ってる。マーケットの奥を出てさらに道を進んでいきたいと思います。いや、タイは相変わらず暑いな。今日のバンコクの気温38度です。でも体感38度で体感46って書いてあるから、だからもうもっと暑く感じるってことだよね。ここか。なんか地元の人が来そうな美味しそうなお店です。じゃあここに入ってみましょう。こんにちは。ハロー。よし、じゃあここに座ろう。思ってたより店内は結構広いですね。で、調理はどうやらお母さん一人で作ってるみたいです。今回ガパオを注文しました。慣れた手つきでさっと炒め、このアジア料理の卵ってね、油でカラッと揚げてる感じですごくうまいんだよね。これできたひき肉をご飯の上に乗っけて、で目玉焼きを乗っけて完成と。 Thank you。 完成したガパオは70バーツ280円スープ付き。それじゃあいただきます。めっちゃうまい。タイのガパオライスって結構唐辛子効いてて辛いことがあるんで、ちょっと辛さ少なくしてもらったんだけど、これ辛さ少なくしなくても全然いけるくらいうまい。でも目玉焼きがこれはうまそう。これがもう割ってこれと一緒に食べると、黄身をちょっとつけてこれ食べると、こんなうまいに決まってんじゃんね。スパイシーさが欲しい場合はちょっと辛さが足りないなって感じたんで、これをここにかけてあげるとさらに美味しくなると。うまっ。これがカブのスープ。味は優しい味。完食したので、それでは次の場所に行ってみましょう。来たのはチャトシャック市場。チャトチャック市場に来ました。いや、今日金曜日なんですけど、やっぱりチャトチャック市場は金曜日でも空いてる店あるっていうことで来たんだけど、やっぱり空いてないね、あんまり。まあでもちらほら空いてるところもある。やっぱりウィークエンドマーケットっていう名前なだけあって、金曜日はあまり空いてないお店が多いですね。タイ雑貨が欲しければチャトチャックに行けば何でも買えると言われるほどお店が多いのが特徴的です。ここら辺のエリアはまあまあ空いてる。あのホテルにあった石鹸の皿みたいなの欲しいんだけど、売ってないかな。ココナッツでできたやつは売ってるけど、お皿のやつがかっこいいんだよね。このお皿屋で聞いてみよう。これを見せて。I'm not sure, but I have another shop that show like this. Do you? Really? Yeah, not far from here. 50 minutes. Over there? Yeah. Okay. You can follow me now. Okay, thank you. ついてきてだって。優しいな。わざわざ教えてくれるなんて。ここか。おお、yeah, thank you。でも穴が開いてないんだな。いや、ありがたいけどこれ穴開いてねえんだ。こっちだったらまだ良かったんだけど。
いやー、ないか。これもあるけど。全然こういうのでもかっこいい気がするけど。This is now I don't have. Ah, hole. Yes. Really. It's same design. 穴開いてるやつはないって、これしかない。これいくらですか ？How much is this？ 150. 150. 80. Maybe I'll come back. ちょっと違ったんで他のお店も探したんですけど、いいのがなかったので別のところに行くことにしました。あのチャトチャック市場のお皿がちょっと微妙だったんで、ちょっとガイドブックとかに載ってるお店に行きました。結構日本のガイドブックとかで紹介されてるザ・レジェンドというお店に来ました。タイの伝統食器のセラドン焼きが買える有名店がここザ・レジェンド。セラドン焼きのお店です。セラドン焼きの淡いエメラルド系の色は日本食との相性がいいので、お皿を求めて日本の人が多く来店してくるそうです。マジ ?25% オフ全部。ああ、これとかいいじゃんね。これちょっとでかすぎるな。あ、これああこれ、石鹸の皿だ。どう？かっこよくない？結構、まあ、値段まあまあするわ。580バーツでもいい、かっこいいかもしんない。すごく、さすがガイドブックに載ってるお店だ。いっぱいあるな。ごめん。 Yes, check please.How much? 495? あ、ちゃんと値引きされてる。ありがたいことにちゃんとパッキングまでしてくれました。麻生区にあるスダレストラン、スダレストランに来ました。今日これが最後の晩餐です。人気店だよ、もう予約席とかあるし。何がうまいんだろう。さてだ、ちょっとこれにしようかな。うまそうだし。まずはビールで食った。キッキッ、うめえ。染み渡る、体に染み渡る麦ジュース。そんなことを言っていると到着したのが豚の串焼き。うまいね。豚の香りが口に残ってる間にこれを。この輝くタレに絡ませて。うわ、うまそう。これいただきます。おお、うまいね。何の味だろうこれ。多分ナッツ系のソースで、甘くてうまい。これ今回かなりハマったライスヌードル。これこの麺が米の麺でもちもちしてて、でスープがすごくあっさりしてて、これがもう今回もうめちゃくちゃ食べてます。朝ホテルの朝食とかもうこればっかです。めっちゃうまいよ。ナンプラーとかね、でスピネガーでチリ、これうまそう。うまいっす。今回はここまで。ただ食べて歩くだけのブラブラタイ旅行。また次の国の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた。